ハフス・アサと周辺諸国ハフス・アサはチュニスを中心にイフリーキアを支配したベルベル人のイスラム王朝。1228年にムアヒド朝のイフリーキアの総督になったアブザカリーヤーが、ムアヒド朝がキリスト教徒の傭兵に頼らざるを得なくなって、自らの宗教的権威を否定したことに対し、同王朝の存立理念であった、イスラム復興運動、ムアヒド運動の真の教えと精神を守るという名目で、1229年にアミールの称号を名乗って独立した。ムアヒド運動の正当性を再考する手段として、権力を握ったというプロパガンダは、ある程度成功を収め、アブーザカリーヤーの治世において早くも、アルジェまで領土を拡大した。この結果、ザイアーン朝の建国者、ヤグムラーサン・イブン・ザイアーンもハフス・アサの支配下に入り、モロッコのマリーン朝やグラナダのナスル朝もハフス・アサの総主権を認めた。ハフス朝地下では、現在も北アフリカで優勢なマーリク派のイスラム法学と、聖者崇拝とが共に発達した。ハフス・アサの繁栄の下で、首都チュニスは、北アフリカの学問と文化の中心として栄え、イスラム世界が誇る、大歴史家、イブン・ハルドゥーンは、ハフス・アサで生まれ育った。また、プロヴァンスやカタルーニャ、イタリア半島の諸共和国から外国人商人が、頻繁にチュニスに到来し、ハフス朝地下の北アフリカは、地中海交易で繁栄した。1239年には、ハフス・アサの君主は、海上交易に従事する権利とシチリアの小麦を輸入する自由権に対する見返りとして、神聖ローマ帝国の皇帝フリードリヒ2世に貢ぎ物を納めることを始めた。ハフス・アサのスルタンは、ムアヒド朝と同様、この時代に、他のスンナ派、イスラム王朝が行ったようにバグダードのアッバース朝カリフに統治者としての認証を求めることをせず、アブ・アブドゥラー・ムハンマド・アルムスタンスイルは、1253年にアミール・アルムーミニーン、すなわちカリフの称号を自ら称した。アッバース朝がモンゴル帝国によって滅ぼされた、翌年の1259年には、イスラム教の聖地マッカを支配するシャリーフによって、カリフ位を承認され、翌年には、エジプトのマムルーク朝にもその地位を認められた。1261年には、マムルーク朝のスルターン、バイバルスが、アッバース朝の一族をエジプトに迎えて、カリフに擁立し、ハフス・アサの君主をカリフと認めるのをやめると、ハフス・アサとマムルーク朝は一時的に反目状態になっている。一方で、ハフス・アサは十字軍に対しては協力関係を保っていた。しかし、1270年にフランス王ルイ9世が第8回十字軍を率いてチュニスに侵攻すると、アルムスタンスイールはこれを撃退した。アルムスタンスイールの死後、王家の中で内紛があって一時的に弱体化したが、アブール・アッバースの時、内紛時に分立した。小王国を除くかつての領土を再統一し、ハフス・アサを編成し直すことに成功した。彼は土地の払い下げを廃止するとともに、各地の反抗を抑止し、王朝の権威を回復、ハフス・アサを再興した。その後継者、アブー=ファーリスは、内紛時に分立した小王国を再併合し、解放奴隷から選んだ腹心の人物を地方総督に任じて、ハフス・アサの再統一事業を完成する一方、再びザイアーン朝にも支配権を及ぼし、モロッコやアンダルスにまで介入する勢いを示した。このようなハフス・アサの力は、次のウスマーンの治世まで維持されたが、分裂、内乱とマリーン朝やキリスト教徒などの外部勢力の侵攻に悩まされ、政治的には次第に不安定になっていった。15世紀のハフス・アサは、1382年にエジプトで成立したブルジー・マムルーク朝とはおおむね友好関係にあり、種々の機会に贈り物や儀礼の交換が行われた。ハフス朝地下の北アフリカは頑健で忍耐強いシンバを生むアラビア馬の産地として知られ、マムルーク軍が騎兵を主力としていたことから、マムルーク朝から織物や香料が送られると、代わりに馬が送られ、またマムルーク朝からハフス朝に対して、軍馬の買い付けが行われることもあった。16世紀に入ると、地方勢力による分立の傾向がより強まり、1534年には、アルジェによるバルバリア海賊のバルバロス・ハイレッディンの攻撃を受け、チュニスを一時的に奪われる。翌1535年に神聖ローマ皇帝のカール5世からの援軍を受け、アブスブルゴ朝スペインの保護国となることと引き換えに、スルターンは復位した。しかし、東西からオスマン帝国に包囲されたハフス朝は、最終的に1574年にオスマン帝国によってチュニスを攻略され、滅亡した。アブーザカリーアー・ヤフヤー1世、アブ・アブドゥラー・ムハンマド・アルムスタンス・イル・ヤフヤー2世、アル・アーシク・イブラーヒーム1世、アブド・アル・アジーズ1世、アフマド・イブン・マルズ・クーマル1世、ムハンマド2世、アル・ムスタシル・アブーバクル1世、アル・シャーヒド・ハーリド1世、アル・ナーシル・ザカリーアー1世、アル・リーヤーニ・ムハンマド3世、アル・ムスタンシル・アブーバクル2世、アル・ムタワッキル。アフマド1世、アルムタワッキルウマル2世、アルファドルイブラーヒーム2世、アルムスタシルハーリド2世アブールアッバース、アブーイコールファーリスムハンマド4世、アルムスタシルウスマーンヤフヤー3世、ザカリーア2世、ムハンマド5世、アルムタワッキルハサンムハンマド6世、アフマド3世、ムハンマド7世。ありがとうございます。